なかなか痩せられない方、最近痩せにくくなったなって方、今回のフォワードランジがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ペットボトルを使いますので今から用意しておいてください。もしくはタオルを巻いて同じように使ってもらえたらと思います。今のうちに取りに行ってください。5秒間待ってます。5、4、3、2、1。はい、今回そのフォワードランジをすることで弱い筋肉、太ももの裏とお尻をピンポイントで鍛えることができます。ちょっとフォームがね、うまくできなくて前ももに効いちゃうよって方も、このペットボトルを使うとしっかり効かすことができます。で、もも裏を鍛えることによって通常使われてない筋肉の部分、より筋肉をつけなければいけない弱い部分なので、少しの回数でもより鍛えられて代謝を上げることができます。その結果、痩せにくい体が痩せやすい体になってくれます。ですので、痩せやすくするためにもも裏とお尻の付け根、そこをピンポイントでやっつけていきます。今回は20回ずつするんですけども、その前に前ももに効いてしまうといけないので、今から一緒にちょっとストレッチを加えていきましょう。はい、まず立った状態で片足の足の甲を持ってですね、かかとをお尻につける感じで引き寄せます。そしてお腹をしっかり引っ込めて腰を丸めます。ぐー、そうすると前がしっかり伸びます。腰が反れたまま足を持ってもしっかり伸びないので、お腹を引っ込めて腰を丸めてかかとをお尻につけてください。ぐー、もう1回ずつ、5秒ずついきます。1、2、3、4、5。反対です。1、2、3、4、5。 OK です。次にフォワードランジの説明をしていきます。フォワードというのはサッカーで言うと攻める位置にいる方らをフォワードと言います。なので前っていう意味もあります。今回のランジはしっかり重心を前に持ってって、膝が出ないようにしてもも裏に効かしていきます。そこでこれを使っていきます。基本的にはつま先に体重が乗ってしまうと前ももに効いてしまって、かかとに体重が乗るともも裏に効きやすいです。あとは膝の位置が関係していて、膝が出るほど前もも、膝が下がるほど裏ももに効きます。そこで今回は足をペットボトルに乗せて、後ろ足はしっかり下げて、膝が足首よりも少し手前に来るようにしてですね、足を出している方に骨盤が前に出ちゃうので骨盤は下げます。これで9、2、3、4、5っていう感じで20回やっていきます。反対も少しフォーム確認しましょう。かかとをついて、後ろ足をできるだけ下げて、膝がくるぶしよりも出ない、骨盤を出てる方を下げて、1、2、3、4、5っていう感じで20回です。動きの幅は小刻みです。これくらいです。しっかり前足のかかとに体重を乗せて、太ももの裏とお尻の付け根を狙って効かしてください。それでは20回いきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。反対です。ここに効いてると思います。膝が出ないようにかかとに体重を乗せていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。 OK! お疲れ様でした。ちょっとタオルの方は難しかったかもしれません。そしてペットボトルの形によってはちょっとね、バランス取りにくかったかもしれませんが、バランスを取るためにも体幹使いますので、バランスが取れなかった方も OK です。今みたいに
フォワードランジ、膝が出ないようにかかと重心、骨盤を出てる足の方の骨盤を下げる、そうすることでお尻ともも裏の付け根をしっかり効かすことができます。特にスクワットをして前ももに効いて足が張っちゃうからスクワットしない、そういった方も多いと思うんですけども、今回のスクワットはそういった点前もも効きにくいので、ぜひですね週に3回とか20回程度はやってください。この弱い部分をしっかり鍛えることでよりそこに筋肉もつきますし、前ももが張ってしまう方はそれが落ち着きますし、もし20回で足りないよって方はね、ダンベル持ったりして5キロぐらい負荷を上げて行うってこともおすすめです。これは男性にもですねおすすめなので、筋肉がつきやすい男性、足が太いけど細くしたい男性、そういった方は負荷を減らして回数を増やしてください。それで代謝を上げることができます。痩せやすい体質を作ることができますので、ぜひ試してみてもらえたらと思います。頑張った方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。登録されてない方はですね、これからも適切なアドバイス、短い時間で効くエクササイズを押していきますので、登録の方もしておいてください。ちなみに TikTok やインスタもやってますので、説明欄にリンク貼ってます。よかったらフォローの方もしておいてください。そちらの方では簡潔に動画をまとめてます。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。